どうも、皆さん、こんにちは。というわけで、今回はですね、風邪ひきました。風邪ひいて鼻声なのは置いといてください。トレーディングカード、ドラゴンボールヒーローズの引退品が、ね、2万円で買いましたので、それを上げていきたいと思います。バインダーと折りパンみたいなのが出てきて、じゃあ、まずバインダーから、いきますか。せーの、ドン。おー、ちょっと待って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 、やばい。一発目からブルベジに、ベルモット、ジレン、シャンパ。すごいね、破壊神たっぷりだ。で、これ備品かな、ちょっと後で見てみます。こちら、おお、やべえ、 UR 祭りか。これ裏はないよね、裏はないよね。すげえ、キテラ、悟空、17号フリーザ。え、もうこれだけで1万円ぐらいいってるよね。これぐらいで1万円いってます、やばい。で、ドン。おお、次が合体13号破壊王のね、キャンペーンだね。すげえ、よく持ってたな。後ろがあるみたい。おお、お、すげえ。え、これコンプじゃね、コンプじゃないこれ。イーシンの、そうだよね、これコンプだ。やべえ、ありがとうございます。すげえ、見えてなかったか。破壊神のコンプセットじゃなくて、ジャクリューのコンプセットです。やったね。しかもイーシンのが入ってるし。あ、あ、やばいやばいやばい。じゃ、これもだ。これも、あれ、これもコンプセット、やばい。すげえ、破壊は8ヤックまで入ってる。すごい、ベジータもね、結構高いんで。次、行きましょう。ドン。おお、お、グミの悟空に、これ金箔の悟空、金箔の悟空、こっちかに、これ9000円使っても出なかった悟空です。はい、で、ドン。おお、お、お、マジでベジータ、大猿よ、大猿。これ後ろはないよね、後ろない、やばい。すげえ、ちょっと待って、もう風で声がやられてんのに、やばい、これベジータか、やった。あ、でも傷がちょっと多いかな、傷結構多めだね。まあいいや、使えるから OK です。次が17号、これプロモセットですね。で、お、また、お、すごい、これ高いよね、多分高くないっけ。ベビー少年隊無慈悲な攻撃持ちに、これもフリーザ復活、これ高いです。で、悟空グミにクーラー無慈悲。あ、すごい、無慈悲セットか、ありがとう。これすごいね、もう1万円は越してるよ。というわけで、次はオリパ行きましょう。すごいオリパだな、これ。お、何これ、激アツ盛り、激アツ盛りですか、やばい。ちょっと待って、激アツ盛りは開封していくかな。やばい、これ来たよ、なんか。いきますよ、バーダックゼノ。これも、これでも嬉しいよね、めっちゃ。で、パン、こちら、悟空、ご飯。ちょっとね、この次ぐらいが熱いんだよね。やばい、ほら来た、やばい、来たよ、ゴテンクス。お、傷ない、やったねありがとう、ゴテンクス、やばい。ダイズ、フリーザでのトランクス、ゴテンクス。あ、このゴテンクスいいな。で、スラックですね、スラック飾っておきましょう。で、ご飯、ゴテン、ピッコロ、こんな感じで熱盛が出るといいカードが出るのかなって思います。最初にちょっと熱盛を引きすぎたかな、いいのを。ドン。お、これが普通の熱盛ですか、ね、全然いいでしょう。ババリ星人、セリパ、ピッコロさん、マゲッタ、バダック、あ、違う、ヤムチャ。おー、ベジータ、これほぼほぼ UR 確定なのかな。やった、ありがとう、ベジータ、やった、これかっこいい、持ってなかったんだよね、僕。で、キャベ、ブルー将軍。お、ゴテンクス、これ読んだんだね、ありがとう、これも嬉しいですね。で、ウーブ青年期、スポポピッチ、マジンブーゼノ。これで、なんかが来てくれると嬉しい。お、あ、またあつ森ね。あつ森、オッケーオッケー。いきます。テンさん、ドクターミュー、ゴテンクス、ナッパ、悟空。で、ウーブ。おー、デンちゃん悟空、デンちゃん悟空。今日のね、アニメで、ね、20倍歌謡系になったらしいですね。で、キャベ、ギルド将軍、フリーザー、ヤムー、悟空、で、ラカセイ。おー、またあつ森か。激あつ森来ないね。ターレスゼノ、孫悟天、ピッコロ、ピッコロ、悟空、バダック。おー、懐かしい、ベジータベビー。これも、あ、ほぼほぼ傷ない、これやべえ、ベジータベビー、ありがとうございます。に、ダーブラ、ブー、バダック。お、ベジータベビー、これ初めて見たな。に、ヤムチャ、に、フロスト、あつ森。あー、あつ森か、激盛りじゃない、激盛り、激あつ盛りじゃない。まあいいでしょう。18号、ご飯、お、プロモの悟空、にバーダック、ベジータ、いきます。ドン。
おー、魔人サルサ、オッケーです。2、ベジータベビー、じゃなくてベジータ GT、ピッコロ、ベジータ GT、ピラフマシン。2、ピッコロ、2、ラストが、ボタモン。というわけでね、これに加えて、しかも、ベジットブルーなどがついてきたので、2万円、結構お得だったんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければね、引退品、こんな引退品買ってほしいよとかあったら、ぜひぜひ動画にお願いします。というわけで、お会いしましょう。また。バイバイ。